こんにちは。阿蘇市食生活改善推進員協議会一宮支部です。今日は鶏むね肉と小松菜のピリ辛炒めを作ります。教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらです。阿蘇市スローガマさんの作品を、お借りしてきました。スローガマさんのご紹介は番組の最後に載せていますので、ぜひご覧ください。では大空さん、はい、今日は鶏むね肉と小松菜のピリ辛炒め、はい、ということでね、小松菜、はい、いろんなお野菜もありますけれども、はい、じゃあまず早速何から。ですね、まずはあの小松菜とか材料を刻みます。はい、はい、でこれを4センチぐらいの長さに切ります。はい、まあ、3ミリからで、今度はあの、はい、鶏肉を焼きます。はい、人参を先入れます。はい、じゃあ茎を入れましょうね。はい、じゃあ茎が入ります。通し加減が炒め物の時って難しいですよね。あんまりこう野菜とか入れてしょっちゅうこうしなくても、少し間を置きながらすると火の当たりが長いからいいとか。あんまり焦ってね、ちょっと料理の先生がですね。なるほど、先生くらん方がいいってことですね。はい、ちょっと間を置いて熱いのを当ててやらないと火が通りにくいかなっていうような感じでしょうね。もうそろそろ葉っぱと椎茸を入れます。はいはい、入れていきます。椎茸は案外油吸うんですよね。だから、ね、あのちょっと油がこうあっても、うん、椎茸が油吸いながら炒まっていくから、うん、美味しいんでしょうね。いろんなエキスがね、こうずぶって入ってるから。そう、火味を、はい、ちょっと鶏むね肉と小松菜のピリ辛炒め完成です。はい、ではメインの他にもいろいろ用意していただきまして、ありがとうございます。じゃ早速いただきます。いただきます。むね肉だと柔らかい。柔らかい、最高だよね。おいしい。またこの小松菜と合いますね。ちょっとこう苦味のあるというか、おいしい。小松菜辛いね。うん。そこなこの。特にでもなかなか閉じ込めて。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市小里にある阿蘇スローガマでは。陶芸教室も行われています。実際に土に触れ、お気に入りの器を焼いてみてはいかがでしょうか。